レールの上にですね、みんな座り込んで寝転んだりとかしながら、その核廃棄物が自分たちの街というか、この地方に入ってくるのを少しでも遅らせるという抗議運動をしてますね。皆さん若いですよね。お年がね、ティーンエイジャーでしょね。ご家族ですか皆さん、ファミリー。ああそうですか。本当にこの自分の意思表示をするということが当たり前のように行われてます。こういうことが日本でも当たり前に意思表示ができるような世の中にする必要があると思うんですね。本当にドイツ勉強になります。成熟した、世界です。成熟した大人の社会がここにはあります。日本ではデモ行動みたいなことをしてもそこまで大きな影響力はないと思われてますけれども、先ほどインタビューした、お医者さんのご夫妻、デモ行動っていうのは意味があるんでしょうかっていうことに対して、こんなアンサーが返ってきました。私たちが、この核っていうものに対して、原発っていうものに対して異を唱えるならば、表に出て叫ばなきゃどうするんだと、それこそが私たちができることじゃないかっていうふうに言われてたんですね。なるほどと。やはりたくさんの人たちが集まってそのメッセージを伝えるっていうことがすごく大事なんだなってことを再認識しました。Begeht Beihilfe zu einer Straftat。17機あったうち8機も、今年には入ろうということが決定した。もう幼稚園ぐらいの子でも、日本人を見たら福島どうなのとかってことを普通に聞くらしいですね。だからこれ日本とはもうおそらくこの成熟度っていうのはもう100年も200年も差があるかもしれないですね。でも、それはもうしょうがないと、今までの歴史が違うんだって諦めるんじゃなくて、それをいつでも市民が監視をして、いつでもツッコミを入れて、いつでもアクションをしなきゃいけないっていう、僕たちはおそらくそれをずっと怠ってきたというか、僕を含めた無関心がそういう世の中を作ってきたんだと。で、今ドイツに足を踏み入れていろんな人に出会って思うことは、もっともっとやっぱりアクションを起こして、それを本当に大きなうねりにするために本気にならなきゃいけないなってことですね。